その4歳の男の子が主人公の映画の舞台になる家っていうのを、特に映画の美術監督と一緒に作るのではなくて、本当の建築家と一緒に、相談しながら考えました。I don't think I'll ever get used to these modern homes. I guess this is what you should expect when you let your daughter go off to marry an architect. 彼が住む家っていうのは普通の一般的な、もしくは伝統的な日本の家ではなくて、非常にまあコンセプチュアルな家です。各部屋が段差のようになってて、坂道の上に、立ってる。で、その例えば子供部屋とかリビングとかダイニングとか寝室っていうのが壁で仕切られているのではなくて、全てこう段差によってその部屋の役割の仕切りのを果たしていると、そういうような、家です。で、どうしてそのようにしたかというと、家族の真実を知るための映画であるならば、各部屋のまずその仕切りっていうのは取り外して、全てこう見通せるような空間であるべきだというふうに思ったんですね。そして、その中で彼がいろんな家族の秘密を知っていく。さらに言えば、そういうことを知りながら、そう主人公くんちゃんが成長していく、まさにステップアップするという意味において、こう階段状の構造になってるっていう、そういった意味でも非常にコンセプチュアルであり象徴的な空間になったと思います。